場所がもうすぐそういうのには参加しないって言ったよねもっと大事なことがあるのでも今回は記念的な行事だしシスターのみんなには出席してほしくてそれは君の考えだし他人の願いを叶えることは私の仕事じゃないわそそれは君こそ今回の行事の責任者よね 変だと思わないのどどこか変かな今からモンドに戻っても開始時間に間に合わないわよね君をはめるために誰かが仕組んだんじゃないのえそそんなみんなはそういうことしないと思うそれは証拠次第じゃないかしらそれとも君は他人を疑うことを知らないの安心して。 君がこのまま戻っても誰も怒らないわよ私が参加すると思ってないでしょうからねこれ以上もたもたしてると本当に遅刻しちゃうけどそうだった大事な記念行事遅刻したらまずいじゃあ戻るねなんか。 あのシスター、奇弁しか言ってなかった気がするなさっきから気づいてるわよ君たち誰、誰何のために盗み聞きしてたの気をつけろ危険なやつだと思うぞ少なくとも、ずる賢いのは間違いないあら長い歴史を持つセピロス教会のメンバーよりも 君のような素性の知れない浮遊物の方が危険だと思うけど今の聞こえたのかすごい小声で言ったのにふん <laughs> 浮遊物を連れた異邦人なるほど君が <laughs> 風魔竜を倒した栄誉騎士 その肩書きに免じて盗み聞きの件は大目めに見てあげるわでないと君たちの返答次第では最悪牢屋に入れる可能性もあるからえっモンドのシスターは不審者の確保も担当してるのか少なくとも見て見ぬふりはできないでしょシスターにだって正義感はあるわようん なんだか違和感があるけどしてもできないな君たちこそ何のために雪山に来たのでも君は旅人偉大な錬金術師じゃないよねまあいいわ誰を探しに来たかは分かった気がする彼を探すならその足跡をたどってみるといいわ 雪が止んでからここを通る人は結構多かったからまだ残ってるといいんだけどもしかしてお前も彼を探しに来たのか違うわこれらの足跡に元素力が残ってたからね職業病みたいなものよ警戒しておいて損はないわ勝手に思ってなさい 私も彼の様子を見に行くから行きましょう。